こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リバインプログレス好スタート、綺麗なスタートを切りました。ライブリマウント前に行きそうです。ホットシアター、それに続いています。さらにはリバインプログレス、4番リアルリック、その後ろ。それでは先頭からリバインプログレス先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはデヒア、すぐ後ろにリバインプログレス、リアルリック、すぐ後ろ、その外にホットシアター、好位置をキープしています。ライブリマウント、赤の帽子、ザウィックドノース、その後ろ。すぐ隣にビーマイロータス、すぐ後ろにブロッコ、さらにはノーザンスパー、その隣にティーフルーツ、ゴールドカール、すぐ後ろ緑の帽子、フレンドリーディバイン、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はブローエイコーン、デヒア、ほとんど差がありません。ディバインプログレス3番手、ライブリマウント、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はブローエイコーン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはライブリマウント、あと 200m、 先頭はライブリマウント、ザウィックドノース、必死に追いすがります。ザウィックドノース食らいつく、ライブリマウント、ライブリマウント、1着、2着にはどうやらザウィックドノース。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクリアロジック、綺麗なスタートを切りました。ポシブリーパーフェクト、前に行きそうです。クリアロジック、それに続いています。さらにはベガ、1番ビヨンドザストーム、その後ろ。先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、前に戻りましょう。クリアロジック、先手を取りました。すぐ後ろにビヨンドザストーム、ベガ、好位をキープ。内からはグリーンブリッジ、並んで9番ファイトデンジャラス、ポシブリーパーフェクト、この馬もこのグループ。その外からサーストンドレス、並んで8番メイプルアクトレス、クイーンインコマンド、そのうちに続いています。その外にサーストンサマー、並んで10番ワイドアンジェラ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでファイトデンジャラス先頭に変わりました。2番手はベガ、絶好の手応えです。クリアロジック3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったベガ先頭。2番手はポシブリーパーフェクト、残り 200m、 ベガ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ポシブリーパーフェクト迫る、やはり強いベガゴールイン。ベガ1着、2着にはどうやらポシブリーパーフェクト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。
ジェイド・デート、コースタート、デイエイト、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくアリゾナシンガー行きました。続いて前へ行くのはシックススピン、さらにはデイエイト、1番ジェイド・デート、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭に戻りましょう。ジェイド・デート先手を取りました。その外からアラビアセゾン並んで9番デイエイト、アウト・オブ・エナジー、この馬もこのグループ、内からはダッキー・モンロー、イージー・ギャル、そのうちに続いています。その後ろにボーン・パーマー、その隣にビル・パステル、その横にベルフレンド、その外からアリゾナ・シンガー、すぐ後ろにパッション・ガリバー、最後方にロス・ウィンズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から10番シックススピン、一気に先頭に立ちました。黄色の帽子アラビアセゾン、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はシックススピン、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。アラビアセゾン、シックススピン2番手に控えました。ジェイドゲート3番手、オフサイドトラップ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。アラビアセゾン先頭、オフサイドトラップ先頭、2番手はジェイドゲート、追いすがります。あと 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はボンパーマ、オフサイドトラップ1着、オフサイドトラップ完勝、オフサイドトラップ1着、2着はデイエイト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は待機ブリザード、待機ブリザード先頭、リードを広げにかかります。あと 200m、 待機ブリザード先頭だ。2番手はウィンドフィールズ、待機ブリザード、この馬で決まりか。待機ブリザード独走、待機ブリザードぶっちぎりです。待機ブリザード1着、2着は微妙です。まずは前哨戦を制しました待機ブリザード、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。Thank you.
中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦。左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠の後継2世ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。第2席と、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。テレマーク前に行きそうです。平成シルバー、それに続いています。さらには第2席と5番ノーブルウィナー、その後ろ。それでは先頭から第2席と先手を取りました。2番手に16番後継2世、その外から平成シルバー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の後継2世、現在先団です。前に戻りましょう。第2席と先手を取りました。黄色の帽子、名将ホムラ、その後ろ。すぐ隣に平成シルバー、その横にテレマーク、ルキャリエール、この馬もこのグループ。後継2世後位をキープ。すぐ後ろにサードノワール、赤の帽子、ノーブルウィナー、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として第2席と、まだ粘っています。名将ホムラ、ほとんど差がありません。平成シルバー3番手、大外からピンクの帽子、後継2世、伸びてきた。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は後継2世、後継2世先頭。2番手はルキャリエール、懸命に追いすがります。あと 200m、 後継2世先頭だ。後継2世先頭、2番手はルキャリエール、後継2世1着、後継2世1着、2着にはどうやらルキャリエール。これが世界の実力だ。後継2世you